12日に開催される NGT48 のイベント、新潟開港150周年、NGT48 劇場3周年、記念イベントからいいよ今日は、思いっきり遊んじゃえ祭りを、メンバーの菅原莉子、18、も休演することが同日、グループの公式サイトで発表された。公式サイトでは、本日開催、新潟開港150周年、NGT48 劇場3周年、記念イベントからいいよ今日は、思いっきり遊んじゃえ祭りに、出演予定でした、菅原莉子ですが、体調不良のため休演とさせていただきます。直前のご報告となり誠に申し訳ございませんと、菅原の休演を報告している。新潟市中央区の百島多目的広場で行われる同イベントはファンの男2人から暴行被害を受けた山口真帆23に加え10日の劇場公演中に体調を崩し途中降板した大野彩香21も体調不良で休演すると11日に発表されている。このイベントは当初柏木由紀、27、以外のメンバーは全員出演予定だった。